水田さん、なぜ
タイパーね、お届けしました。先日は90番目ですということでね、大変月が美しかったんですけども、九州じゃない岡崎、今日は岡崎の名月をと思ってるんですけども、あいにく雲が厚くて雲の音が残念だなと、そんな風に思います。そして急に涼しくなりましたね。皆さん寒くない？ね、風邪ひいちゃうといけない。なんか今日はひざ掛けも、ね、用意したということでしたし、それから立ってみる人で顔は全然見えなくてもいいもので音だけ聞きたいなっていう方はですね、クッションとかも、ね、用意したので、また、回ってみる人に手を挙げていただくか、それか手を挙げていただければ私の方からあちらの方に言いますので、また来たから足が疲れちゃった方はそういったおっしゃってください。さてさて、アーティさんもお届けしました。次の曲は実はここでこの会場でお席いただくのは初めてなんですけども、毎年加盟賞が学区市民フォームというところで、このメンバーで、あと下山さんはもう1年ぶりですね。そうそう、菅沼さんとはですね、今日1年ぶりに、お会いしました。でもそれが一つの面白いところですよね。リハーサルをすることもなく、そう、ぶっつけ本番で、そうなんです。よくね、お客様とかに質問されるんです。ひもちゃん、いつもこのメンバーで順調に回ってるの？そんな風に言われるんですけども、神谷さん、そして沼田さん、菅沼さん、そして私も含めてですけども、みんなそれぞれがジャズマン、ジャズメンということで、それぞれで活躍をしていらっしゃるということで、昨日は昨日は沼田さんはお家でゆっくりなさってましたということでね、そんな風で、そんなメンバーは今日はよろしくお願いします。どんな曲やりますか？この曲ですか？それでは本番行きましょうかと言って、たった今ライブが始まったわけなんです。だから次の曲、この曲もいい曲ですよ。エリチールさんが歌ってみましたワルツをお届けしようと思います。テネシーワルツなんですけどね、歌詞の内容は皆さんご存知ですか？知ってます。そして、いや知らないということがお見えになったので、ちょっと前の方に行って、どんな歌か説明してみようと思うんですけども、男の方ですよね。ごめんなさい、逆光で、そうお客様の顔がまぶつくのが見えなかったので、すみません、素敵な若い方がお見えになりました。下の女の子を教えてください。ゆうべ、ゆうべですね。そして、それではいつもお世話になります、下のお名前を教えてください。恵子です。楽しいなです。この曲は私がガーリーの、すいませんね、ゆうへいさんと一緒にダンスをしに行ったところ、そこに私がガーリーの恵子さんに、ちょっと恵子さん久しぶりじゃん、せっかく私ガーリーが来てるからガーリーの紹介するわ、してみてくださいね。私のガーリーのゆうへいさん、そして昔からの友達の恵子さんに、そんな風に紹介したところ、2人が綺麗なところ、音楽が流れてくるんです。綺麗な音楽、綺麗な音楽、ちょっと流して綺麗な音楽が流れてきましたね。せっかくですから知り合ったんだので、一緒に踊りませんかと言って大田さんと、そして恵子さんがダンスを始めます。そして2人が踊ってる間に恋の落ち、恵子さんが私のダーリンに奪っていってしまったというのがテネシーワルツの歌詞の内容なんです。どうぞどうぞ、ありがとうございます。そんなわけで、この曲の間は皆さんも奪われた方の気持ちになって聞いてください。テネシーワルツ。I was dancing with my time to the Tennessee River. Now I know when I found you.
すごく分かるようになります。
ピアソラさんのリベルタンゴでした。ワルツの次はタンゴをお届けしましたけども、さて次の曲はまたガラッと感じが変わって、野本さんと2人で、去年そのこの小学校交流センターで、大変好評だって今年もあれを歌ってね、そう言われた曲をお届けしてみようと思います。題名も言った方がいい、言わなくていいですか。はい、それでは多くの皆さんがご存じの曲だと思います。この曲を聴いてください。ちょっと何曲を聴いてみて、そこでも嘘だって学校のビアでじゃ出てないです。